はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、久々にワインということで、ね、ですね、赤玉、スイートワイン、過去赤、です。こちらはですね、確か500円ぐらいですか。たやつなんですが、サントリーですね。日本人の味覚に合った美味しいワインを作りたい。赤玉は1907年の誕生から100年以上にわたり、世代を超えて愛され続けているスイートワインです。ぶどう由来の優しい甘さにさらりと柔らかな口当たり、フルーティーな香りが広がります。と書いてあります。容量が 550ml。アルコール度数が14%。で、すでに俺飲んでるんですが。もうちょっと飲んじゃったんですけどね。はい。ね。まあ、これはかなり有名ではないかと。わかんないけどね。これがですね、ここにですね、書いてあるんですけど、酒の種類が、甘味、果実酒と書いてあります。普通ワインだったら果実酒としか書いてないはずなんですけど、甘味果実酒と書いてあります。まあ、それはなぜか。言うと、まあ、飲めばわかる。そんじゃ、乾杯。香りはね、普通のね、赤ワインなんです。ちょっと酸味があるかな、という香りなんですが、飲みます。これがですね、驚きの甘さ。むちゃくちゃ甘い。とにかく。ワインのほら甘口ってあるでしょ。まあ俺甘口のワインいろいろ飲みましたけど、ぶっちゃけ甘口って言っても、実際のところ砂糖とかの甘さはないんですよね。ですが、これは違います。もうどぎつい甘さがありますね。ワイン。赤玉ワインでググります。もうどぎつい甘さです、これは。はっきり言って。すごいです。これね、白ワインもあるんですけど。サイトには、誰もが飲みやすく、ほんのり甘くて。ほんのり甘くて。フルーティーな味わいが特徴です。ほんのり。待て待て。ほんのりだと。バカな。ほんのりだと。半端なく甘い。もうね、梅酒レベルの甘さですね、これは。飲み方がここにも書いてあるんですけど、そのままストレートで、氷を浮かべたオンザロックで、さっぱりとソーダ割りで、ホットで味わうお湯割りでと書いてありますけど。これはね、梅酒に近い。非常に。これぶっちゃけ、これはね、普通の赤ワイン、かっこ甘口の赤ワインと比べると、多分10倍ぐらい甘いですね。
ここにね、サイトにね、書いてあるんですけど、飲み方とかで、これ、いろいろ書いてあるんですけど、スパークリングワインを1対1で、このスイートワインを 100ml と、に、スパークリングワインを加えたりしても、これは美味しそうですね。うん。断然ちょっと甘すぎるんですよね、これね。うん。これはね、ソーダ割りで1対1で割るのが多分、割ってやっとなんか、落ち着いた甘さになる感じですね、これは。はっきり言うと、ワインと思えない甘さですね、これは。スイートワインでこれ確実にこう砂糖入ってんじゃないかという感じなんですけど、一応、原材料には、原材料が、大して書いてない。書いてないんだけど。原材料が、輸入ぶどう果汁。輸入ワイン。国産ぶどう塩。酸化防止剤と酸味料とブドウ色素。砂糖は書いてないですね。ちょっとこれはね、なんていうかな。いわゆるほら、ほら、カルーアとか。カルーアミルクとか、あっち系の、いわゆる、まあ、ここにもありますけど、まあ、持ってるんですけど、クレームドシリーズの、クレームド、これはピーチリキュールなんですけど、これ系の味ですね。もう、完全に。うん。これだってアルコール度数15度だから、ほとんど変わらんね。これの、ワイン風味の、まあ、ワイン味の、ね、リキュール系とほとんど変わんない。ブドウリキュール的な感じでしょうかね。これはもはや。甘すぎる。これはソーダ割りがいいかな。もしくは、これはオレンジジュースで割ったらうまいかもね。ちょっと甘すぎるね。何度も言うけど。だから、甘口、ワインで甘口っていうのもあるけど、これはね、もう甘口のね、10倍ぐらい甘いですね。だから、おかしいです。これは。個人的に。もう、やばい甘さです。これは。普通、何度も言うけど、ワインってほら、甘口でも甘くないんですよ。甘口ってのは、いわゆる、ワインでの甘口っていうのはほら、なんか飲みやすいっていう意味での甘口っていう。ね?だと思ってたんですけど。全く、これはもうすごい。あ、これね、多分ね、グレープフルーツジュースで割ったらうまいかも。これ。ああ。だな。甘くないやつで割った方がいいと思うね。これは。1対1でグレープフルーツで割ってみると。うまいんじゃないかな。
これはね、少なくともこれは食事中に飲むようなもんじゃないですね、これは。うん。これは。食事には全く合わないです。ぶち壊すね、これは。味を。うん。うん。これはね、普通のね、普通の赤ワインと割るか、まあ、普通の赤ワインで割るか、しないと。うん。でも、そういう意味ではすごい、初心者向け、超初心者向けのワインですね。もう。もはや。もはやもう、初心者向けを通り越してもうね、いわゆるガキというのもあれですけど、もうガキが酒を飲める年齢になったら飲めるぐらいの、もう精神年齢がガキでも全然いける。これは。うん。まあ若干酸味はある。甘み以外にも、まあ、あるはあるけど、ほぼは、香りぐらいですね、これはね。ああ、これはね。うん。甘味果実酒である。ウィキペディアに、甘味果実酒。あ、甘味果実酒か。ああ、そういうことか。甘味果実酒のウィキペディアで見ますと、果実酒、かっこワインなどの発酵過程での途中で、ブランデーなどの蒸留酒を添加し、エタノールの濃度を上げることにより、酵母を殺し、発酵をやめ、それ以上酵母によって糖分が分解されないようにすることで、糖分を比較的多く残すという方法によって、甘味を持つように製造された合成酒である。うん。なるほど。はあ。あ、甘味果実酒って、シェリーとか、ワインのシェリーとか、甘味果実酒。やっぱベルモットもそうっぽいですね。ベルモットも確かに甘いですよね。うん。まあでもこれに比べたら全然甘くないけど。シェリーって、これもワインですけども。白ワイン。シェリーってのは少なくとも白ワインでないとダメと。ああ。シェリーか。うん。だそうです。なるほどね。うん。まあ、でも、これはちょっと甘すぎるな。うん。まあ、割れば特に問題ない。ソーダで割ったりすれば、まあ問題ない。とは思うんですけど、これを多分ストレートで飲むようなことはちょっと、個人的にはあんまりしたくないなと。いった感じなんで、三つ星です。それではご視聴ありがとうございました。